ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話を紹介するの？今回は、とあるシリーズものから紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回紹介するのは、ホストシリーズから、賭けという話だ。前に、このシリーズの話を紹介したことあったよね？ああ、以前紹介した話に関しては、概要欄を見てほしい。それでは聞いていただこう。先輩と、その幼馴染との話を。僕には、アルバイトの斡旋をしてくれた先輩がいる。そしてその先輩には、幼馴染がいる。笑うとエクボのできる可愛い女の子で、昔結婚の約束をしていた。とかだったら、心躍る話だ。残念ながら、彼らにそんな関係は皆無だ。彼は、広域に指定される粗暴な団体の方々の使い走りをしていた。便宜上、彼を走りと呼ぶことにする。彼は先輩の幼馴染というだけあって、性格もとてもよく似ていた。言われのないバトルに何度も巻き込まれた。第一回、チキチキ、どっちが痛いでしょう。は？なんすか？バチコン、デコピンとは思えない音。頭蓋骨に伝わる衝撃波。首が？なんで首が痛い？いった、何すんすか？じゃあ次お礼。ガッツン、何こいつら、本当に人間？あ、見切って音鳴った。絶対穴開いた。漏れる。僕の数少ない貴重な脳みそが。彼らのデコピンは、ボールペンをへし折る威力だ。僕なんか、両手じゃないと無理だ。いやいや、ボールペンは折るもんじゃない。結局、第一回、チキチキ、どっちのデコピンが痛いでしょうは。僕が土下座することによって、平和的解決を迎えた。いつの世も弱者が被る罪と罰。心の俳句でも読まなきゃやってられない。話がそれまくってしまった。申し訳ない。本題に戻す。それは、アルファミレスでご飯を食べていた時の話だ。俺、霊感なんだよ。パシリさんが自慢げに話し出した。ちょっと待って、先輩の前で霊感なんてオカルティックなこと言わないで。そうなんすか？僕そういうのよくわかんないです。幽霊とか、すっげえくっきり見えんのよ。へえ。それより先輩、車、そろそろ車検やばくないっすか？話をそらすのに必死になる。先輩は、情がつくほどのリアリストだ。幽霊の存在など、絶対に認めない。幽霊が見えるのは、病気か、いけないお薬のせいだと言って、はばからない。パシリさん、せめて僕がいない時にしてくれ。何？幽霊信じてるの？お前。やばい。しっかり火がついてる。戦争だ。大怪獣2匹による戦争が始まる。逃げろ。しかし、回り込まれてしまった。おう、お前興味あんの？ガキじゃねえんだから、いつまでもそんなこと言ってんじゃねえよ。見えねえ奴には、この辛さがわからねえんだよな。全然辛そうに見えねえっての。何？金縛りとかあっちゃうわけ？ばっか。そんなん普通だって。一週間前なんて、落ち武者の霊に殺されかけたもん。ほら、この傷。そう言ってパシリさんは、腕にうっすらとできた、傷というより、ミミズバレを見せる。言っちゃ悪いが、幽霊による傷とは思えない。これ、刀傷なんすか？刀じゃなくて、槍だったな。馬に乗ってた。あのさ、じゃあ馬の幽霊も一緒だったってこと？知らねえよ。そうなんじゃないの？いやー、ギリカウンターが入らなかったらやられてたね。お前、幽霊殴れんのかよ。殴れねえなら、どうやって退治すんだよ。もう、お互い何を言っているのか、わかっていないんだろう。旗から見てると、頭がおかしい人たちみたいだ。僕たちが頭がおかしくないとは言えないが。じゃあ聞くけど、お前、エネルギーって言葉、知ってるか？その落ち武者とやらがいたとして、何百年前の人間だ？その幽霊とやらが本当にいたとして、そいつのガソリンは一体なんだ？エネルギーが切れたら、どんな生物も動くことはできねえんだよ。ほとんどの生き物は、タンパク質か糖分で外殻が構成されてるんだけど、幽霊の構成物質は何なんだよ。言ってみろよ。主成分をよ。あ、幽霊は動けるのに動物じゃねえのか。悪い悪い。もし幽霊なんてもんが本当にいたとしたら、ノーベル賞もんだよ。だって、ほぼ永久期間だろ。何百年前の人間の思念がその形態を変えず、未だに存在し続ける。しかもだ。お前に傷を負わせるんだもんな。物理的な干渉が可能なわけだ。電力会社にでも売り込めば、億万長者間違いないぞ。原子力エネルギーなんかより、よっぽどクリーンだ。国中、いや、世界中の環境保護団体が、お前を支援してくれるぞ。よかったな。本当にいるなら、なんで誰も研究しねえんだろうな。幽霊信じていない俺には、さっぱりわかんねえよ。はいはい。大学生は賢うございますね。だがな、誰がそんな言葉で納得するかよ。
あのな、幽霊がいないって言ってるやつは根本が間違ってる。メリットだけを探そうとしてんだ。こんな話知ってるか？死後の世界があるかないかを、ギャンブラーがかけたんだとよ。そいつは、ない方にかけた。だけどな、ある方にかけた方が、ない方にかけた方より、はるかに得なんだ。なんでか？それは、ある方にかけて外れても、失うものがない。ただ死ぬだけだ。だが、ない方にかけてみろよ。ある場合は負けて、ない場合も、ただ死ぬだけなんだ。もともと得るものがゼロなら、マイナスが少ない方がハッピーなんだよ。お前の大好きな、リスクヘッジってやつだ。また一つ賢くなったな。おめでとうよ。もちろんメリットもある。いつか、昔に死んだ人間に会えるかもしれない、という希望があるだろ？希望が生活に必要ないのか？いるならハッピー、それでいいじゃねえか。人間に生まれたくせに、干渉を無視することが、そもそも間違ってんだよ。幽霊を信じることが悪いって意見のほとんどは、詐欺とかの霊感商法だろ？それは騙す方が悪いんだ。だが、幽霊そのものが悪いって否定しきれてねえんだよ。それともあれか？殺人事件に使われた包丁。それを作った会社も、訴えられなくちゃいけねえってのか？おい、まさし。どっちが正しい？よくペラペラと口が回るものだな。この人たちに見つめられて言われる状況。尻滅裂なことなのに、どちらもそれっぽいことを言っているように聞こえる。そして、どちらか一方に肩入れすることは、死を意味する。もちろん、僕の死だ。そうですね。でも正直、いてもいなくても、どっちでもいいじゃないですか。そういう問題じゃねえ。こいつムカつくんだよ。ああ、喧嘩したいだけなんですね。わかります。そんじゃ俺たちもかけるか？そう言って先輩は、とある名称を口にする。この界隈では、結構有名なお風呂屋だ。そこの子、知り合いなんだわ。やりますね。ナンパですか？ナンパじゃない。この前、俺警察呼ばれたろ？ああ、ホームレスのすか？そう。ギャラリーの中で一番最初に警察に連絡してくれたのが、その子。風俗嬢って、なんか優しいよな。で、そのきっかけで仲良くなった。話が見えねえ。その子、自称、見える女なんだよ。で、お前の言う、霊能力？霊能力？それで幽霊の特徴を当てようぜ。お互いが同じこと言ったら、キャバクラでも何でもおごってやるよ。おう、乗った。俺の力見せてやるよ。クユグダス店知ってんだわ。預金残高確認しとけや。意外なことに、パシリさんは乗り気だった。こういう、自称見える人は、他の見える人との接触を嫌うものだと思っていたからだ。それでその話は、一応の決着となった。こういうノリだけの喧嘩というのは、得てして自然消滅するものである。だいたい一晩経つと、喧嘩の存在自体がなかったことになることしばしだ。僕はそう思っていた。二週間も経ってから、先輩から呼び出しをもらう。非常に珍しいことに、その電話は昼にあった。おう、あれやるぞ。幽霊の賭け。ああ、あれっすか。本当にやるんですか？僕、今日バイトですよ。なんか、今日じゃないといけないんだと。月がどうとか、車が電気で走る時代に何言ってんだよな。運に左右される現象って何なんだよ。ああ、僕も行かなきゃダメですか？別に来なくてもいいけど。すみません。バイト、当日休みは罰金なんで、今日パスで。別に来なくてもいいけど。楽しみだなぁ、何時でしょうか、はぁ、7時だとよ。もし遅れたら罰金な。この催しも、罰金で済ませてくれるのならば、全く問題なく休むのだが。7時。15分も前に来たのに、結局遅く来たのは先輩たちだった。彼ら3人は、連れ立って集合場所に来た。こんばんは、沙織です。先輩の隣にいる小柄な女の人が、自称、見える人なのだろう。オカルトのおの字も連想できない。非常に露出が多い、パステルな夏服を着た女の人だった。スカートの裾がひらひらと心もとない。僕と沙織さんで、自己紹介と自己アピールを済ませる。見える人が2人もいるという状況は、初めての経験だ。それで、これからどうするんですか？ああ、なんか、二人の話聞くと、必ず幽霊が出る場所ってのは、案外少ないんだと。だから、こっちが幽霊呼び出すってのが、一番確実なんだとよ。つうわけで、今からお前の家まで行くぞ。は？僕の家？だって、俺とパシリの家だと、どっちかが細工できるだろ？女の家に、野郎三人行くわけにもいかないし。で、お前の家に決定。最悪だ。だから僕を呼んだのか。だったら僕、家で待ってた方が良かったじゃないですか。お前の面白いリアクション見たいからに決まってんだろ？なあ？お前、わかってんなあ。くそ。こんな時だけ、息ぴったりだ。結局、逆らえるはずもなく、一行は一路僕のマンションへ。何この水槽。お前、魚飼ってんのかよ。何これ？エビ？食い応えのねえサイズだな。食べないですよ。魚はいません。孵化したばかりとか、脱皮後に、エビ食べちゃうんですよ。生き物いるのか？まあそんぐらいなら大丈夫かな。
何かまずいんですか？大丈夫、大丈夫。で、これからどうすんだ？パシリさん、何か呼び出す方法知ってる？サオリちゃんは、コックリさん以外で何か知ってんのあんの？いや、知らないけど。じゃあコックリさんでいいんじゃない？コックリさんのやり方は今更書くまでもないだろう。筆や墨汁など持っていないので、筆ペンとろうそくを買いにコンビニまで走る。帰る途中に行ってくれると非常に助かるのだが、また家から出るのは嫌なので、ついでに A4 サイズのコピー用用紙を3枚もらう。家に帰ると、先輩とパシリさんが喧嘩をしていた。アイス食ったぐらいでガタガタ言ってんじゃねえよ。見ると、僕の家の食料や飲み物が、テーブルの上に散乱していた。ああ、僕のハーゲンダッツ、抹茶クリスピーサンドが。二人ともやめなよ。ほら、まさしくん帰ってきたよ。そういうサオリさんの言葉を聞く二人。僕の方を血走った目で見るパシリさん。一方、しらけた目で僕を見る先輩が僕に言う。おい、まさし、やめだ。こんなの賭けにならねえ。何が幽霊だ、バカバカしい。なんだそりゃ？負けを認めんのか？ああ、もうそれでいいよ。ちょっとでも期待した俺がバカだったわ。これなんだ。そう言うと、パシリさんが常任企画闘技戦のチケットをひらひらと見せびらかす。こっちが負けた時のこと言わなかったじゃん。俺が負けたらこれやるよ。パシリさんがそう言うと、先輩はおとなしくなり、テキパキとテーブルの上を片付け始めた。なんなんだ。あんた、格闘技ファンだったのかよ。賭けの内容は以下のようなものだ。こっくりさんで霊を呼び出す。霊が来たと二人が認める。その霊の情報を、自分の見える範囲内で、できるだけ細かく書く。先輩と僕が答え合わせ。ルール。二人が諦めるまで。笑えねえよ、勘弁してくれ。配置は、中央にテーブル。僕の右隣にパシリさん、正面がサオリさん、左隣に先輩。最初のターン、コックリさんコックリさん。なんかしらじらしいな。この歳でコックリさんとか、懐かしいですよね。あたし昔、好きな男子の名前ばらされたよ。これで。おい、真面目にやれよ。その顔でクラス委員長みたいなこと言うなよ。もちろん数回で何かが出るわけがない。何度も仕切り直して、コックリさんと唱え続ける。ちょっとトイレ行ってくるわ。パシリさんがそう言って、部屋の電気をつけて一時休憩を取った。ろうそくは細いものなので、燃え尽きそうだった。新しいものに交換し、パシリさんを待つ。そうそう簡単に幽霊なんて呼べないよ。それはそうっすね。もういいんじゃねえの？飽きてきたわ。まあまあ、もうちょっとやりましょうよ。そうだよ。もうちょっとしようよ。こっくりさんこっくりさん。まだだな。こっくりさんこっくりさん。まだ。こっくりさんこっくりさん。ろうそくでほのかに赤く照らされた部屋の中。ろうそくの揺らぎで、部屋の中がゆらゆらと揺れているように見える。こっくりさんこっくりさん。エアコンを切っているので、だんだん蒸し暑くなってくる。蒸し暑い部屋の中、男女が4人でこっくりさん。なかなかにシュールな光景。ろうそくは燃え尽きそうだ。次のターンに行く前に交換しなければ。ろうそくの揺らぎが強くなる。揺らぎ？風はない。冷たい汗が背中を伝う。嫌な予感。来たぞ。パシリさんとサオリさんが小声で囁く。その声に反応するように、ろうそくが燃え尽きる。最後に煙を一吐きしたろうそくは、じりと音を立てて消える。あたりは暗闇になる。誰も喋らない。下。裸足で何かが歩く音がする。冷たく、湿りを感じさせる音。下。音を立てないように気をつけて歩いている、そんな音。視界が奪われた時の耳の感度は高くなる。今はそれがあだとなる。下。足音がごく近くで止まる。もちろん僕たち4人はこの場にいるはずだ。4つの指が未だテーブルの上にあることが、それの証明になる。僕の真後ろに誰かがいる。誰かの視線を感じる。うわん、と耳鳴りがする。汗が背中に線を描く。ぞくり、しばらくの間誰も動かない。気ぬずれや呼吸さえも聞こえない。こっくりさんこっくりさん、いるのでしたら返事をしてください。サオリさんの呼びかけ、10円玉がゆっくりと動くことを指先だけで感じる。暗闇が文字を見ることの邪魔をする。なんと書いているのか、それはわからない。こっくりさんは今どこにいますか？グーグーと2回大きく動く。こっくりさんは男ですか？グーと1回動く。こっくりさんは女ですか？グーと1回動く。わからない。真っ暗で文字を判別できない。それでは性別がどちらかわからない。こっくりさんの名前は何ですか？グーグーグー、3回、3文字か。こっくりさんは背が高いですか？グーと1回。10円玉が力強く動くたびに、得体の知れないものに対する恐怖が僕を包む。僕の後ろから腕を伸ばして、テーブルの上に指を置いている。
想像すると恐ろしい。こっくりさんは死んでいますか？先輩が急に口を開く。ぐーっと、一回動くと同時に、その動きが激しくなる。ぐるぐると10円玉が動き続ける。止まらない、止められない。こっくりさんは死んでいますか？先輩が質問を繰り返す。動きはしつこく同じ場所をなぞりながらも、右へ左へとめちゃくちゃに動く。先輩の低い声が部屋に重く響く。こっくりさんは死んでいますか？何の意図があるのかがわからない。ますます動きが強くなる。動きが激しくなる。腕が痛い。指先を離してしまえば楽になるかも。こっくりさんは死んでいるんですよね。今度は細かく早く右に左に動く。肺のところを何度もなぞっているのだろうか。死んでいるなら、なんでここにいるんですか？ピタリ。10円玉が止まる。死んでいるのに、なんでいることができるんですか？10円玉は動かない。ひた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 。足音が遠ざかっていく。耳鳴りが徐々になくなってくる。しばらく誰も動かなかった。沙織さんが終わりの儀式をした後に電気をつける。いやー怖かったな、今の。ほんと、すっごいはっきり見えたよ。何言ってんすか？真っ暗で何も見えないっすよ。いや、かなりはっきり見えたぞ。うん、そんじゃあ、これにその特徴書いてよ。二人は、今しがた見た不思議な現象の主の特徴を書き始めた。パシリさんの書いた内容。背の高い女。帽子。濡れている。片足のヒール。裾の汚れたワンピース。猫背。沙織さんが書いた内容。小学生くらいの男の子。坊主頭。ほくろ。垂れ目。名札かタグのついたセーター。顔色が悪い。一致するところが一つもない。これは、つうわけで、賭けは俺の勝ちだな。先輩は、パシリさんからチケットを奪い取った。シワができないように大事そうに財布へ。待て待て、ありえないだろ。沙織ちゃん、何これ？あんなにはっきり見えたのに？それはこっちのセリフだよ。本当に見えたの？どっちでもいいよ、幽霊なんていないから。もう一回やらせろ。今のはおかしいって。他の人呼んでこい。ムカつく。あたしちゃんと見えたもん。嘘なんてついてないもん。やめてください。夜に騒ぐと大家さんに怒られる。もしくは通報される。結局、勝負ごとのルールは絶対、という先輩の一言。チケットを手に入れた先輩だけが得をするという結果となった。二人が諦めるまでというルールがあったはずだが、僕は黙っていた。これ以上揉めるのは勘弁願いたい。バイトに間に合いそうな時間だったので、僕は沙織さんに頼み込み、同伴という形で出勤。賭けに関係のない僕が一番損をするという状況を回避した。先輩たちは喧嘩をしながらどこかに行った。飲みにでも行くのだろう。沙織さんは楽しんでくれたようだ。次は指名してあげる。と、わざとらしい投げキスをくれた。家に帰り、部屋の乱雑さに辟易した。汚した人間はもちろん先輩たちで、片付けなければならない人間はもちろん僕だ。明日に持ち越すことの方が面倒だなと思う。ノロノロダラダラと部屋を片付け始める。4つのコップ。ハーゲンダッツの残骸。ポテトチップスの殻。タバコの灰。まとめてゴミ箱へ。ふと見ると、水槽の様子がおかしい。水草がメインのアクアリウムだが、すべて枯れている。何これ？何これ？おお、今何時だよ。こんな朝早くからなんだ？パシリさん、水槽の中が変なんですけど、始める前に生き物がどうとか言ってましたよね？おいおい、いきなりだな。ああ、やっぱ死んじゃってた？全滅ですよ。結構綺麗にしてたのに。こっくりさんやるときは、10円玉に指をつけてない奴は狙われんだよ。人間じゃないなら大丈夫かなって思って。悪い。そんな、今までの苦労が。まあそんな落ち込むなよ。エビくらい俺が買ってやるよ。エビ？うわぁ、レッドが、チェリーが、ヤマトも。ヤマトはいや。そんなキャラだっけ？お前、エビじゃなかったのかよ。いや、エビもです。結構手に入れづらいグレードのも含めて全部。いくらぐらいすんの？一番高いので、1万円くらいです。はぁ、お前、バカか、伊勢エビのが安いわ。こんな不幸があったのに、パシリさんは散々バカにして、ゲラゲラ笑い、電話を切った。ひどい。部屋の片付けなんて知るか。もう勝手に汚くなればいいんだ。先輩だ。おい、聞いたぞ。クソ高いエビちゃん死んじゃったんだってな。もういいんです。もう？俺が買ってやるよ。1万くらいなら。え？先輩。太っ腹ですね。でもお金じゃないんですよ。気持ちだけいただきます。まあとりあえず、朝飯まだだろ。こっち来いよ。昼前に先輩と会うのは珍しいことだ。幹線道路上によくある、G のつくファミレスに集まった。何でも頼んでいいぞ。おごってやる。先輩。ありがとうございます。いいっていいって。
昨日は迷惑かけたからな。詫びと、お礼も兼ねて。安いもんだ、これくらい。そんな、気にしなくてもいいですよ。お礼？おう。ダフ屋にチケット売ったら、財布パンパン。先輩、それが目的だったんすか？俺でも知ってるチケットだったから、高く買い取ってくれるとは思ったけど、あんなに高いとは思わなかった。男の裸のガチンコ見て、何が楽しいんだろうな。先輩、そのセリフ、いろいろな人たちを敵に回しそうです。そうっすか。よかったじゃないですか。僕のエビたちも浮かばれます。そうだな。まあ集団ヒステリーの典型みたいなのが見れて、いい経験にもなったわ。でも先輩もひどいですよね。僕たちが幽霊呼び出しておいて、なんでいるの？ってひどすぎですよ。ああ、どういう構造か知らんけど、よくできたゲームだな、あれは。こっくりさんがですか？おう。人間がああいう状況下に置かれると、見えもしないものが見えちまう、いい例だ。ストレス起因なのか、もしくは暗示なのか。え？もしかして先輩にも見えてたんですか？そりゃ見えるだろ。お前見えなかったの？いや、後ろに何かいるなぁ、とは思ったんですけど。後ろ？ふーん。こんな話知ってるか？学生を対象にこっくりさんの実験を行ったんだと。例のごとく質問したらしい。ある程度の質問が終わった。被験者の名前とか、初恋の相手とかな。その後、被験者には知りようもない質問をしたんだ。結果として、こっくりさんが答えたのは、外ればかり。昔のことから現在のことまで、いろいろな質問をしたが、答えは全て外れ。結局、こっくりさんは、事前情報ありきの集団ヒステリーという結論に。もっと噛み砕くと、こっくりさん自体が有名すぎるために、無意識の筋肉の動きを意味がつながるように、被験者全員で動かしている。ってこと。ああいう経路のイベントは、何かが起きてほしいという期待を持ってするものだからな。もちろん、今回の賭けも、俺も含めてみんな何がしかの期待をしていただろう。あの質問は、俺たちがわからないものにしただけ。それっぽい質問でな。で、お互いの証言に修正を行わせないために、アンケート型の方法を取ったんだわ。結果、見事に外してて、ちょっと笑えたけどな。前にも言ったが、幽霊がいることと、幽霊が見えることは違う。見えるのは、錯覚や幻覚、または幻聴の類だ。見えたとしても、そういう存在がいるわけじゃないんだ。いたら、人間だけでなく、様々な種類の何億何兆もの幽霊がいなきゃおかしいだろ。幽霊になるものとならないものが、より分けられる理由がわからないだろ。統一感が全くない現象は再現できないんだ。科学が宗教という意見もある。が、科学のいいところは全ての人間が行うと全ての結果が同じであるというもんだ。再現可能性のない事象はないものとみなされるんだよ。霊能者だかなんだかわからないものしかその存在を確認できない。そんなもの、存在がないと断定しても全く不都合がないんだよ。まあいいや。で、実際に俺たちにも同じような集団ヒステリーが起きたわけ。まあ、これ見ろよ。長々と語った後、先輩は、こっくりさんの時にアンケートとして使った紙を出した。まだ持ってたんすか？いや、面白いんだって、これ。何がですか？パシリ。背の高い女、帽子、濡れている、片足のヒール、裾の汚れたワンピース、猫背。サオリ。小学生くらいの男の子、坊主頭、ほくろ、垂れ目。名札かタグのついたセーター、顔色が悪い。なんだ？共通することなどないと思うが。気づかないのか？背の高い女と小学生の男の子じゃ、全然違うじゃないですか。そこじゃねえ。こいつらの格好だよ。なんだ？女は帽子。小学生は坊主。濡れている？顔色？わからない。すみません、ちょっとわからないです。想像しろ。なぜパシリは、身長や片足のヒールやワンピース、猫背と答えたか。想像しろ。なぜサオリは、ほくろや垂れ目、顔色と答えたか。何ですか一体？こいつらには共通項がない。なぜこうもはっきり違うのか。あいつらの様子だと、見えていなかったわけではなさそうだしな。引っ張らないでくださいよ。わかったよ。距離感だ。距離感？そうだ。パシリは女の全体像、遠くにあるものの特徴を言っている。サオリは主に顔や上半身の特徴、つまり近いものの特徴だ。もしかしてそれって、先輩がにやりと笑い、結論を口にする。こいつら、別々の何かを見ていたんだよ。幽霊が二人？幽霊なんかいないけどな。だが、お前のもカウントするなら、三人以上か。そう言いながら、先輩はタバコに火をつけた。待てよ。三人以上？先輩にも見えていたって言ってたな。じゃあ先輩には、何が見えたんですか？リュウグウ。は？満員電車みたいだった。自分の部屋に帰るのが嫌になったことは、言うまでもない。めちゃ面白かった。ああ、オカルトだけど、笑えるよな。この動画をご覧の皆さんは、今回の話いかがでしたか？1、面白かった。2、どうなんだろう。3、その他。
よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。